今月は日向の誕生日ね。あ、おめでとうございます。欲しいものはなんて日向にはどうせ聞くまでもないわよね。新しいカメラが欲しいです。ひなたんのプレゼントはわかっちゃ。あ、あれれ、ご先祖様じゃないんですか。はい、違います。そうか、私ではなかったか。別に傷つくことないでしょ。どうせ若葉を撮るカメラなんだし。でもそういえば何か物が欲しいって言った子、何気に初めてじゃない？あ、そうだね。そう考えるとすっごく新鮮。いつも何もいらないとか何でも嬉しいと言って騒ぎになるので、ちゃんと欲しいものを言えば穏やかに過ごせるのではと思いまして。確かに誕生日といえば大混乱みたいなとこありますよね、勇者部って。あー、貴重なネタ集めのチャンスが。いや、いつも騒ぎの元はあんたなんだから少しは反省しなさいよ、乃木。でも日向、お前もうカメラなんて何台も持ってるだろ。それなのに若葉さんより新しいカメラがいいんですか。はい、日向が持っていないカメラとは高速撮影が可能なものとかでは。意外と目が大きくなったり肌が綺麗に映るタイプのものだったりして。わかった、ナイトスコープ、それかスケスケカメラ。スケスケカメラ、なんすかそれ。まさか洋服が透ける魔法の。まあ、もしあるならそれをぜひ。それでこそ日向さん、安心したわ。冗談はさておき、どんなカメラでも構いません。じゃあ今回のプレゼントはどんなカメラにするかを相談だね。それじゃあプレゼントはみんなでお金を出し合ってカメラで決まり。あといつもみたいなパーティーもね。ありがとうございます。当日はいただいたカメラで写真を撮りましょう。お、いいなそれ。それじゃ誕生パーティー兼撮影会だな。だったらさ、楽しい写真が撮れるようにいろんな撮影アイテムも揃えない。撮影アイテムってどういうものですか。つけ耳とかつけ鼻とか。耳はともかく鼻もなの。面白そうじゃん。鼻眼鏡もありだな。頭にかぶる面白い帽子もいいよね。なら巨大なサザエを探してこよう。待てよ、車庫外の方が首が折れたりしないだろうか。じゃあ私も何かかぶれそうな野菜をゲットしてくるわね。どうしてそんなにかぶせたいのかな。変わったライトもいるかしら。楽しそうですね。ぜひ。考え出すといろいろなことを思いついてどんどん楽しくなってきちゃう。みんなでパーティーグッズのお店に行ってみない？きっといろいろあるよ。カメラのお店で店員さんに相談もしたいですし、いいと思います。んー、そのっちどうかした？え？なんでもないよ。そう？乃木です。その子です。中の方の。どうぞお入りください。お邪魔します。その子さん、いらっしゃい。ちょっと聞きたいことがあって。ひなたん、本当にカメラが欲しいの？え？はい、欲しいですけど。どうしてですか？実はね、いつも私がイベントをするのにはちゃんと理由があるんだよ。
ええ、分かっていますよ、それは。え、本当？はい、おそらく品物ですと元の世界に持ち帰れないかもしれないので、私たちが帰る時のことを考えて、物より思い出をと考えてくれていたのでしょう。そこまで分かってるならどうしてひなたん？その子さんと話がしたかったんです。できればゆっくり二人きりで、ああいうことを言えばきっとその子さんがここへ来てくれると思ったんですよ。ああ、もしかして私はめられちゃった？あら、それは人聞きが悪いですね。わからないよ、ひなたん。一体何を考えているの？その子さんに聞きたいことがあるんです。どうしてもこのお役目が終わる前に。うん、何かな。ひなたんが私に聞きたいことって？教えてください、乃木家、そして他の西暦の勇者たちの家系について詳しく。人前では言えないこともあるでしょうから、こうして機会を作らせてもらったんです。その子さん、どうか。歴史から消されてる部分もあるよ。私が知らないことだってたくさん。そうなのでしょうね。それに私が真実を語るとは限らないでしょ。それでもいいっていうの？その子さんは嘘なんかつきません。かなわないな、ひなたんには。わかったよ、じゃあ場所を変えようか。場所を？ここだと急に誰かがやってくるかもしれないからね。図書館に行くよ。図書館ですか？あそこなら鍵のかかる個室の勉強部屋があるし、防音だから誰にも聞かれない。この話は私の家でもできないくらい大社のトップシークレットなんだよ。申し訳ありません、大変なお願いをしてしまって。ううん、それくらいの覚悟があって私にお願いしてるって知ってるから。はい、だけどね、ひなたん、一つ約束して。何を聞いても絶対に秘密にするって。たとえ若ちゃんにもだよ。はい、この先みんなが元の世界に戻って私と会えなくなってもずっと。できる？約束します。すべて私一人の胸に収めておくと。それが何を意味するかも分かってるんだね。やっぱりすごいな。感じかな。私が知ってるのはこのくらいないよ。これ以上は乃木家にも伝わってないし、追いかけるのは無理だと思う。そうですか。きっとね、この世界から戻るとみんないろんなことがあると思うんだよ。だからこそここでは思いっきり思いっきり楽しい思い出を作りたいよ。だって思い出はピンチの時の力になるから、ここにいる誰もがそばにいないとしてもその思い出がきっと勇者を助けるから。その通りですね。カメラも写真も持ってはいけないでしょうが、その分大切な思い出を私は心のレンズに写し取っていくつもりです。無理しないでよ、ひなたん。もうひなたんなら分かってるんでしょ、おそらく。だったら私のしてることが自己満足で自己矛盾だって、そう
を言いたくないの？私がさっきから自分に言い聞かせるみたいに喋ってるなって少しも感じてないの？私の考えがわからないと園子さんは言いましたよね。うん、心配しないで。思い出は物みたいに、記憶みたいに消えたりしません。確信があるの？頭は忘れるかもしれない。でも皆さんの心に刻まれた思いは絶対に消えません。それくらい勇者の心というのは強いものなのですよ。知りませんでしたか？調子狂っちゃうな、ひなたんといると鼻出てきちゃったよほらほら、涙を拭いて膝枕してあげましょうね。うん、ああ、なんだろう、とっても温かい気持ち、すごく落ち着くよ。若葉ちゃんは私が守りますからね。どうかご安心を。ひなた、誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。皆さん、ありがとうございます。おめでとう。それから、いつもありがとう、ひなちゃん。ひなた先輩は、私の目標で、お手本で、先生です。これからも、よろしくお願いします。そんな風に言われると、なんだか私だけすごく歳を取ったみたいな気がしますね。この空間にいる限り永遠に若いままだから全然心配なしんでしょ？その通り。さあ、そしてこれがお待ちかねのプレゼントよ。えっとね、みんなで相談してじっくり考えて選んだの。超最新特定対象追尾型カメラ、少しだけ私が改造しておいたわ。若葉を登録しておくと、放置しておいても勝手にピントを合わせて自動で、定期的だったり大きな動きのためにシャッターを切るというすごいカメラです。ある意味怖いけど、あなたにはいいでしょ？はい、最高に嬉しいです。それじゃあ早速、若葉ちゃん。うむ、今日は覚悟している。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。待って、若ちゃんこれつけて。あ、これとこれも。なあ、ウサギの耳、蝶ネクタイ、鳥の羽だと。鳥のじゃないよ、天使のだよ。あと、サンチョも抱っこして。ああ、かわいい、1秒間に60回切れるシャッターに防水防塵付きで外でもバッチリだ。暗視機能もあるので寝顔もどうぞ。ちなみに録音機能付きでもあるので、いびきや寝言も収集可能です。若葉さんの寝言ってどんなだろう？ひなたん、耳がかゆいぞ。出陣するとか。いいえ、若葉ちゃんの寝言はもっとずっと可愛らしいものですよ。なんで知ってるのよ。あ、こっちに着せ替え用のワンピースとタキシードも用意しといたよ。巨大なシャコガイも全部つけて、いっぱい撮ろう。こら、その子、私で遊ぶな。さあ、皆さんも入ってください。はい、